ライブ配信でこっちは映ってないですけど、こっちは映ってる。配信してるんですか？そうです。勝手に配信ということで、あのお客さん撮ってるんで大丈夫です。伊豆をテーマにしたオリジナル曲を、はい、やっておりますので、私も人生はロックみたいな人なんで、ちょっとバスの曲を一曲。バスの曲。今日ね、写真忘れたんだけど、ボンネットバスってバスがあるんですよ。わかる？わかるわかる、こう、猫バスじゃないけど、昔の、そう、こういうバスね。うちのバスは、伊豆の踊り子ってバスなんですよ。伊豆の踊り子、そう、そういうオレンジのバスがある。そのテーマにした歌です。だからエアコンないですよ。昔のだからエアコン、ハーモニカ使いますね。はい、じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、伊豆の踊り子、ボンネットバス、伊豆の踊り子です。何しようかな、ここ、もう大丈夫ですよ。バス乗り場に
こんな感じでやっております。若槻社長、いい声じゃん。いい、なんか言ってますよ。ハーモニカ上手。タタタタタってとこがいいね。最後の終止形がいい。